紹介を。よろしくお願いします。山ちゃん、ボンバーです。で、パチンコ仕事人レポートって言って、とあるパチプロの1日を僕がレポートするっていう番組に山ちゃん出てもらったことがあって、設定付き打ったんです。僕は打ったことないから、山ちゃんに教えてもらって打って、まあ勉強になりましたよ。で、なんだけどね、プロが打つ設定付きパチンコって本当限られてるものしかなくて、その時は、あれだよね、冬ソナ決してそういうわけじゃないです。あ、そういうわけじゃない。そういうわけじゃない。あの時は、もうたまたま、冬ソナに力入れてるお店だったから、あ、なるほど。冬ソナがメインで。山ちゃんは何でも。探しただけで、はい、結構、何でもっていうか、まあまあ。で、お店、設定入れてるお店探すのも大変ですっていう話だったけど、その辺のところをお願いします。はい、そうですね、うん、当時は結構足しげく通って、あ、ここ入れてんだなっていう、だから、うん、設定示唆が出やすい機種を長めに打って、出たら、あ、この店ちゃんと使ってんだなっていうのを把握して、いろんな店を把握していく感じで。設定示唆で出やすい機種じゃなきゃ分かんないもん、はい、分かんないです、分かんないです。分かりようがないもん。分かりようがないです。でもさ、それってだって1日の中で打って、だから次の日変わるかもしれないんでしょ。でも、はい、入れてる店はずっと据え置くの。いや、だからやっぱ特定日ですよね。うん、その通常日に入れてるお店も当時はありましたけど、やっぱだんだん減っていきましたね。うん、流行んなかったから。で、一般的に設定、入れることが多いだろうという店をまず絞るわけ。いや、ですね、俺どうやって言ってたかな。なんか例えばもう日付でこの店はこの日に力入れてるみたいなあるじゃないですか。その日にもう行っちゃいますね。で、打ちますね。設定しさが出やすい。だから釘見るんですけど、まあ、もちろん。釘見て、設定1のボーダーぐらい回るのを置いてる店がまず狙い目というか。うん、で、そこで、実際打って、しさが出るか出ないか。で、出れば、あ、使ってんだな、だし。出なかったら、あ、もうダメなんだなと思っていかないしっていう感じで、淘汰していく感じですよね。で、残ったところはやっぱ使ってる店みたいな。うん、で、俺、冬ソナ打ったんでね、あの時は。あの日はそうですね。あの時はね。はい、で、打って教わって、まあ、あれはもう設定判別が非常にしやすい部類。一番ですね。一番。多分一番ですね。うん、でも、一番しやすい部類のあの冬ソナリメンバー、アマデジの、はい、あれですら、あんなの、やっぱり数字見たら半日とかじゃ全然わかんないもんね。そうですね、半日とかじゃ分かんないですね、うん、だからっていうことは長い長期間での店との付き合いの中でこの店は多分この辺に入れてるし据え置きだろうっていう感触でやるしかないもん、分かんないもんね、1日打ったってね。でも冬ソナなんかは1日打たなくても分かりますよ、半日冬ソナぐらいになると、うん、あ、それでもあの犬の首輪とか数えたけど、ね、まあまあこれもね、その偏りの話でする今までの動画でもしたし、それとも通ずる話なんですけども、まああの日もすごい偏ったよね、3時間ぐらいだとね。ああ、うん、そのぐらいでは、うん、そう、まあ、うん、だからまあ僕はどうだろうな、だから冬ソナプロが打ってたのは設定資産が出やすい運ではなくて止め打ちですよね、まあ止め打ちっていうか、まあまあ、だから、1でも打てるじゃんっていう、はい、うん、最悪1でも時給1200円ぐらいあるんじゃないみたいなね、まあ、あればね、23種もあればね、23種もあって、出玉よければ、まあ、まあ、1500円はないけど、最悪設定1で計算しても1200円とか、うん、で、ばっかり間違って2か3だったらいいなぐらいのね、はい、うん、だから、最低設定を前提としても、儲かる台しか打てないと僕は思ってるんで、はい、でもそんな最低設定でも打てる可能性があるレベルのなんて、だって冬ソナぐらいしかないよね、ある他に。まあ清流ですかね、清流ぐらいですかね。あ、そうなんだ、はい、清流って清流物語ですかね、あれ、山陽はそんな甘いの出す、清流物語は止め打ち1回転あたり 2.2 ぐらい振るんです、 2.3 ぐらいで、めちゃくちゃ滞在率高いから、うん、それだけで勝てますね。一番手堅く儲かるで見つけやすいの地中海だもんね、完全にね、うん、なんで来月の動画では僕ね、
電磁波プラス4回転のトータル確率を発表してるんですよ、地中海。ああ、そうなんですか。山ちゃんにも送ってんの、お前。うん、もらいました。うん、であのね、地中海なんか典型的に、一般のサイトに書いてあるトータル確率使わない方がいいです。正確な期待、トータル確率。正確な期待値を出すためには電磁波込みでやった方がいいですっていう話は来月の動画でやるんで見てくださいって言って有料に引っ張ろうとしてる。いやもうそれはいいことなんじゃないですか。いやまあまあまあ、来月の動画で、ね、その辺 の数字の話ちょっと細かく いろいろ始めてるんで、はい、これなんで自分で計算した方がいいかっていうと、うん、320分の1で、の発あたりで単純なスペックで、まあ電柱とへそ共通なんていう機種だったらそんなブレないんですよ。まあいろんなサイトに書いてあるまんまでいいんですよ。で逆に発あたりが甘ければ甘いほど、さらに、これ条件3つあるの。発あたりが甘ければ甘いブレる条件、一般のサイトに書いてある数字と大きくブレる条件が、発あたりが甘ければ甘いほどで、電柱とへその条件が大きく違えば違うほど、で電サポ回数が少なければ少ないほど、自分でちゃんと計算しないと数字ちょっと一般のサイトに書いてある数字とブレるんですね。そうですね、急にねって振るんですね。まあまあそうですね、うん、でっていうのはね、例えば、発当たりが70分の1とか80分の1で、で電サポの上乗せ実は5回転ぐらいできちゃう。しかもほら時短が10回転とか10、はいはい、15回転とか天地を食らうとかあったんだけどさ、はい、時短が10、20、30なんですよ。で時短10回以内の引き戻し確率と15回以内って全然違うじゃん。まあそうですよね、うん、で時短が例えば発当たりが320分の1で時短が100か105かってあんまり変わんないんだけれども、発当たりが100分の1の機種で時短が10か15えらい違いますよ、引き戻し確率、はあ、20と25と10と15全然違うでしょ、違いますね、だけども残りの電柱でもちゃんと電柱と同じ条件になるっていう機種ってすげえ甘くなるんです実は。だけどそういうことを加味されてないで機械的に計算してるのが多いから、それはもう自分で計算した方がいい、しないとダメなんです。で今言った初当たりが甘ければ甘いものだったでしょ。でそれでだからちょいパチがなくなった理由はそれなんですけど、甘すぎたんですよあれ、はいはい、リュータイム機種のね計算自分でやるの結構めんどくさいですよ。さっき分かったけど、まあまあ時間かかったもんね。あのアクエリオンっていうやつね、はい、で、あの、U タイムね、まあ多分これなくなると思うんだけど、これ、あの、なんだろう、知識がある人が勝ちやすい、まあ、ハイエナ狙いばっかやってる人が勝ちやすいって、ない人は逆に損するわけじゃないですか。うん、だからそういう機種ってあんまり長持ちしないんだよね、まあ、ハイエナ系の機種ってね、うん。で、あの、誰でも分かることだと思うんですけど、U タイムのね、機種って天井近ければ近いほど甘くなるじゃないですか当然ね、はい、うん、リセット状態ラムクリア状態から座るよりも、回せば回すほどそこから回した時のボーダーラインって下がっていくわけだから、うん、だから天井直前だったらもうみんな打ちますよね多分ね。で直前で捨てられてる台はそうそうない。でアクエリオンの場合は、まあ、約90分の1ねの発当たり確率なんだけども、225回はまると、そこから341回電磁波がつく。うん。いう、だから、まあ、天井が225なんですよ。だから、2倍ちょいか ?2.3 倍か ?2.5 倍か。2.90 だから、そうだね、2.5 倍か。うん。2.5 倍はまればっていう、まあまあ、まあまあっつっても、まあ 8% ぐらいなんで。ね、うんうん、12、3回に1回で、仕置き人か、あれもちょっと計算したら仕置き人はあれだよね、16、7回に1回ぐらいしか天井行かない。ああそうなんですか、うん、16.6 回仕置き人の方が遠いんだ、うん、でそうするとまあまあでもね少ないんですよ。で、U タイムの機種のことで言うと、これアクエリオンと 8% ぐらいでいっちゃうので、ちょいちょい、10代に10回に1回弱はいっちゃうんですけれども、
ガローはあれ今あガローの設定付きは、うん、あの止め打ちと大盤入賞で一でもなんとかなる台が結構ありますよみたいな。ああ、そうなんだ、はい、やったガローは、あんまりやってないですね、設定狙いでしかやってないですね。なるほど。結局1そんな甘くないから、うん、なんだろう、ワンツーオーバー入賞狙いと止め打ちで増やしてもそんな美味しくないっていうか、うん、めちゃくちゃ回る台だったら別なんですけど、めちゃくちゃ回る台ならんぐらいだよ。そうなんですよね、うん、結局21、2ぐらいだと別に美味しくないっていうか、うんうん、まあ25回ってそうなんです。25も回ると逆にこれ絶対1だろうって思っちゃう。上がないから、上がないってことはボーダー21とか2ぐらいだから、うん、そっから25だったって全然金なんないんですよ。全然金なんない。一応プラスですけどね。